はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、データ分析で大切なことについてです。データ分析をするときに心がけたいマインドセット、姿勢のようなものをいくつかご紹介をしていきます。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはデータ分析についてです。皆さんは普段のお仕事でデータ分析をされる機会はどれぐらいあるでしょうか。簡単なものであれば、Excel とかスプレッドシートを使った集計をする機会というのは あるんじゃないかなと思います。で、今日はですね、データ分析に必要なこと、大切にしたいと私が思っていることを、4つかな、ご紹介したいなと思っています。まず最初に4つ、簡単に言って、その後それぞれについて少し深く見ていきましょう。はい、データ分析に必要なこと、4つなんですけれども、1つ目がデータ分析の前後を大切にしようです。2つ目がデータ分析はあくまで手段であるので、分析結果はまだその成果にはなっていない、じゃあ成果とは何かをしっかりと大切に意識する。3つ目、データ分析を取り掛かる前の段階からどうすればビジネスで役に立てるか、どんな貢献ができるかという意識を持とう。4つ目がデータ分析からその答え、示唆でもいいと思いますが、示唆、答えを見出すのはあくまで自分自身であるという他人任せにしない姿勢。以上の4つになります。ではここからはですね、もう少しそれぞれについて具体的にどんな意味合いを持っているのかについて掘り下げてみていきましょう。はい、データ分析必要なこと1つ目はデータ分析の前後を大切にしようです。で、データ分析のじゃあ前後って何かなんですけれども、まずそのデータ分析の中心になるのは文字通り分析ですよね。集計、データを加工して集計をして分析をする。で、このじゃあ前後のは何かで、まずビフォーは前後ですね。前後というのは分析の課題を見つける、どんな問題があって、問題設定からですね、問題設定をして、その問題に対してどうやってデータ分析から解決をするか、直接全てを解決できなくても、問題に設定した問題に対してデータ分析からどのように貢献をするか、問題を見つける力、イシュー、課題を見つける力、これが必要なこと、データ分析の前のパートになります。ではデータ分析の後とは何かなんですけれども、その得られた結果、データ分析からの示唆、答えというのをしっかりとビジネスに貢献する、現場で使ってもらう、例えばですね、ここまでをしっかりと見ていく、データ分析をしてレポートを作って終わりではなくて、そのじゃあレポートをしっかり読んでもらえるか、相手にとって腑に落ちているか、そこからどんなアクションにつながっているか、ここまでをしっかりと見ていく、これがデータ分析の前後の後、後ろの部分になります。この前後を大切にしようというのが1つ目になります。はい、では2つ目ですね、データ分析で大切にしたいと思っているのが、手段と成果、手段と目的をしっかりと意識しようです。で、データ分析で、こう言っては何なんですけれども、データ分析それ自体というのは私はあくまで手段であるというふうに捉えるんです。で、これはどういうことかなんですけれども、データ分析とはあくまでその上位にある何かしらの目的があるというのが大抵です。ほぼ全てビジネスではそうであるというふうに考えてもいいと思います。目的があって、じゃあその目的を達成するために何か問題が生じている。その問題を解決するために、課題に取り組むためにデータ分析がある。したがってデータ分析は手段なんです。だからこそデータ分析からの結果だけではまだ成果にはなっていなくて、そのアウトプットからアウトカムという言い方をすると、うまく、カタカナではあるんですけれども、意識ができると思います。つまり、データ分析のその結果自体はまだアウトプットであって成果にはなっていない。成果というのはあくまで目的を達成すること、目的を達成するために少しでも、1ミリでもいいので貢献している。ここにどんな成果につなげられるかというのをしっかりと手段、アウトプット、アウトカム、手段、分析結果、そして成果、ここまでを意識しようというのが2つ目、データ分析で大切にしていることです。はい、では3つ目見ていきましょう。3つ目というのは、データ分析の始め、問題設定、課題設定の段階からどうすれば役に立つか、どんな貢献ができるかというのを意識を持っておくです。で、この話はですね、1つ目のデータ分析の前後にもつながってきて、後ろの部分ですね、データ分析の後というのは、どれだけ相手に使ってもらえるか、現場で浸透するか、アクションにつながるかといった話をしました。
で、これがをどのように役に立つかともこう、つながってくるんですけれども、データ分析のこう設計段階ですね、データをこう集計する前のどんな問題設定をするか、データ分析の課題設定をするか、この段階からこの結果を使えば、どこの人が、誰が、どのような状況で、どういうふうに使ってもらえれば役に立てるか、貢献できるかという意識を持っておきます。初めからこうゴールをしっかりとどんな役に立つか、貢献できるかというところに設定して、そこから逆算をして分析、あるいはもっと前の問題設定をしていく。こんな逆算の、やり方、考え方をしておくといいかなと思います。はい。では最後4つ目ですね。4つ目は何だったかというと、データ分析からのその答えを見出すのはあくまで自分自身であるという当事者意識に関してです。で、データ分析というのは、その何かしらデータを集計、分析をして示唆を出す、答えを出していくなんですけれども、その答えを誰か相手から、他の人から教えられるというわけではないんですね。あくまであなたご自身がもしデータ分析者であれば、データ分析者、あなたご自身が答えを出さなければいけない。まあ、そういうその最後までやりきる、徹底してやり抜くという、こう覚悟、まあ、当事者意識ですね。こうデータ分析に対してオーナーシップを持つ。で、オーナーシップも分析の結果だけではなくて、先ほどまで見てきたような成果につなげる、役に立つ、データ分析の後にまでしっかりと目を向けて、そこまで自分はやり抜くんだというこう姿勢、強い気持ち、意志ですね。これをもってデータ分析に取り掛かりたいというふうに私は考えます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。